はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おチャンネルのお時間でございます。今日は、これなんだっけ、マリオ&ソニックリオオリンピック、はい、Wii U の、ソフトですね、やっていきたいと思います。これ拍手してるのは私の妹です。こんにちは。誰げこんにちは。なりちゃんですか。ゆかちゃんです。あのシャイガールなんで、ちょっとそのうち多分本性が見えてくると思うんで大丈夫です。はい、そのわけでじゃあやっていきましょう。いっぱいあるんですけど、 BMX って何、知らない。 100m 走かやろ。あ、そうだね、無難にね。1P が私で妹が 2P です。私はもうルイージしかないから、いないから。私マジルイージオタクなんだ。私あのシャドウにしよう、かっこいいから。かっこいいね。てかめっちゃ速いじゃん、絶対負けんじゃん。やり方がわからん。てかルイージ絶対弱いじゃん。やってみよう。捨て的に弱いじゃん。やってみよう。ピーチ速、あ、デイジーか。あ、シルバーもかっこいい。そう、かっこいい対決する。シルバーイケメンじゃない。結構イケメンだけど。いやでもあ、ソニックさすがで、やっぱルイージーが好き。どうしてゲストって書いてあるけど、ゲストをちゃんとさ、今度からさ、ちょっと登録しないと。うん、どうやってやるのか全然わかんないよ。もう2人とも初見です、完全に。私も分かんない。これでも連打系でしょ、どうせ。絶対連打だよ。でもこれさ、スマホだからさ、連打しにくいよね。確かに。え、ちょっと待って。2で加速、1でパワーを貯める。スタート前、スタート前は B1 で連打して5の合図に合わせて2を押す。え、難しい。A 連打でダッシュ。ダッシュと同時にパワーも貯まる。パワーがマックス、ダッシュとパワーがマックスで貯まれば1で出しちゃう。1221ってことでしょ。そう、まあ、とりあえずやってみるか。わけわかんないね。うん、とりあえず5レーンがルイージで4レーンがシャドウのゆかちゃんです。シャドウです。あ、1だよね。1、はい、待って、やばいやばい。パワーって、これずるくない。え、これパワー溜まってる。ずるくない。だってこれ明らかにさ、スタート早かったのにさ、ステータスの差でしょ、これ完全に。いや、わけわかんなかったわ。ちょ、もう一回やる。うん、もう一回やろう。ちょっとマジキャラ、うん、家でいいでしょ、これ。うん、うん、じゃ、キャラクター、あ、待って、戻っちゃったやないか。これ結構おもろいんだけど。なんか結構さ、これさ、ステータスの差じゃない。いや、マジステ、今完全ステでしょ。やばかったよね。で、シャドウ対決はできないの。やってみようよ。え、 2だっけ。あ、できない。あ、できない。嘘、シルバーになっちゃったじゃん。そうそうそう、勝手に移動された。うん、どうしてもさ、押したのか。だって今考えればよかったじゃん、とりあえず。押した。なんでやねん。嫌だ、押せなかったから隣に行った。嘘でしょ。なんで。これさ、スタートがさ、わからんのよ。あ、やべ、あ、残念だよ。今のさ、完全フライングだからダメじゃない。そうだよ、ダメだよ、もう一回だよ。え、だってうちら二人ともさ、え、みたいな。もう一回やりませんか、これで。うん、これでやる。ちょっと今のね、良くないよ、今の。受けるんだけど、これ。これさ、でもちょっと、どう考えてもフライングしちゃうな。いや、しちゃう。てかね、つられるんだよね。あー、やばい、押す。ねえ、嘘だよ、シャドウが早いんだよ、これ。シャドウが早いんだよ、うん、え普通にゴールしちゃってゴールの人が稼げるやろ、うん、シャドウ早いよ。シャドウが早いだけ。ちょっと待って、キャラクター選ぼう。またちょっと、じゃ今度マリオ側から選ぼうよ。そうだね、まあルイージーだわ。そしたら私はね、てかこれステラはほんと弱いんだけど。じゃあちょっと普通に走る速度で選んでんじゃん。絶対そうじゃん。じゃあヨッシー。ヨッシーも速いじゃん。ヨッシー、
私はじゃあもうルイージ一つだからルイージで、いやでも絶対これ1と2と2と1のさ押すタイミングが分かんないよ。全然分かんない、とりあえず押しとけみたいな感じで押してるから、うん、早く。え、何年？いや知らん。ああ445ね。ルイージが私です。あ、いやー頑張ったわ今の。完全にさ、いやマジ頑張った今の。すごくない？ルイージさんさ、いや今すごい接戦だったよ、うん、ルイージで勝った、うん、これは嬉しい。最初よしめっちゃ早かったのにさ、うん、パワーがたまんなかったんだよね。これは嬉しい。一回じゃ 100m は、うん、次競技はこれおもろいわ。おもろいよね。いやおもろいわ。あ、どうしようかね。アーチェリーとか気になるんだけど。あ、じゃあやってみよう。あー疲れた。でもやっぱどうしよう。狙う速度とかあるんだ、ね、うーん、とりあえずマリオとルイージー、てかマリオよりルイージーの捨てが低い気がする。やっぱ私シルバーさんにしようかな。じゃあここはいややっぱ最初ルイージーで、パーティーに得意そうなデイジーにする。うん、でしゃ、やり方をまず見よう。サンボードロモ、うんうん、サンボードロモってとこでやるってことかな、これ、うん、リオのプラチナの。そうなんだ。っていう会場ってことわかんないけど、 L で L 十字キーだ。十字キーで的を狙って2で発射、はい、真ん中に当てるほど高得点。ウィズウィーと出てくる的を狙おう。やば、風の影響にならないようにしよう。うん、風の影響だ。またやば、遠くに飛ぶほど下に落ちる。長押しでズンズン狙いやすくなるが、標準の移動がとても遅くなる。はあ、ちょっとよくわかんない。うん、え、B 何？標準の原則、矢を放つカメラの機械。とりあえず十字キーと2ボタンだけでいいでしょ。やってみよう。うん、あれ、2時8だ。7ある1時8番フェイズです。ウィンドウ1、はい、え、的どこ？あ、あ、なるほど。え、え、下行きたいんだけど、何これ。ん、え、分からんけど、ん、なんだろう。どうなのこれは、どうなの、出てるの、よくわかんないんだけど。え、これはどうなの。やった。いや最初なんかよくわかんなくて、なんかうろちょろしてた。もう一回やろう。やった。じゃあもう一回やろう。このキャラでいいよ。あ、エンド 2? あ、なるほど、まだ終わんないんだ。あ、お、これでもとにかく早く始めた方がいいよね。あ、やべえ。難しいね、なかなか風とのあのなんかあれを考えないと。え、風のこと何も考えてなかったわ。風考えないと。あ、あ、ゆかこうまいね。イエーイ。うまいね、うん、やったね。あれまだあんの、まだ、あ、ファイナルだって。ちょっと待って、やばい、ちょっとずらしてしもうた。え、浮かんでるけど、あ、やばい、最低。これ瞬時ななんか判断が結構求められる。え、何これ、メダル打つの。え、どこ打つの。え、これ何、メダル打つの。打たない。え、メダル打てないし。え、どういうこと。やばいよこれ、私やばいよ。え、打てるよ。やばい、ここに来てデカボロよ。やだよー、やだよ。
お、え、私やばい。嘘。本当だ。なんでなんでなんで？いや、なんでだ。メダルが打てなかったんです。あ、そう。なんか最後が大逆転してるし。いや、これもう良くない。もうやめよう。ボクシングやりたい。ペペロ。ペペロじゃないわ。ボクシングはさ、イケメンでやりたいわ。シルバー。え、重量級でやろう。私はね、カウンターにしようかな。じゃあシャドウにしようかな。いや、シルバーか。あなた勝つ方を考えてるね。なんかそのキャラ、うん、うん、じゃないほら、リオセントロパピロン8とか決まってんの。え、2でジャブ、2でジャブ、隙が少ないパンチを使ってます。おー、なるほど。手のパンチは B でガード、うん、ボディーブロー、うん、まあ、なんとなくパワーゲージマックス A でスペシャルブローが ZL ってどこ、ん、あ、A ってここね。そうか、うん、あー、左右のステップ。ダウン中はそのタイミングで、難しいね。いや、むずいけどやってみ。とりあえず適当に。何これ、むずいんだけど。わからない。なんか私ステップしてんだけど、ちょっと待って。怒った。なんだこれは。ステップしてんの。難しいんですか。やったー、ガードしたのに今。ダウンしたらなんか A を押すんだよ。 A でサークルに合わせるって上がってきた。え、やばいよ。あー、見せ上がった。これ、ん、時間制限。あ、なんかね、ああ、なーにこれ。なんかいきなりさ、動きがすごいんだけど。シルバーの、え、どこ向いてるの。ああ、ああ、なんかやっとなんか反応してくれようだったんだけど、うんうん、なんか負けると思うけど、最後いい試合したわ、うん、した、うん、やったね。最後勝ってるもんね、うん、よかった。でもこれももういいやね。なんかこれもういいね、うん、なるほどねっていうのが分かったからいい。なるほどな、なるほど、なるほど、なるほどな。馬術、どっちやる？うん。あ、卓球もいいね。どっちやる？卓球。じゃあこれはね、これはもうルイージです。イケメンシャドウさんでいこうかな。うん、ルイージかな、やっぱ。うん。かわいいな、リオのキャラ。何気に。
うんってうなずいてもあの声出さないと分かんないからね、みんなには。でサーブして試合開始。うん、結構強固。 B でスピンショット。ああ、なるほど。うーん、まあなんとなく分かった。うん、やろう。うん、あ、いや私右ね。うん、え、おお、結構シビアだね。難しいよ結構。よしとか言って、これむずいから、マジむずいから。何もしてないよ、むずいよこれ。おお、何もの貯めたよ。あ、そう、なんか純能力高いよね、うん、なんか。おお、ああ、おお、いい勝負してるよ。うん、難しい。え、え、リージさん。よしって言ってる。ああ、これタイミングだね。あれ、おおって言ってる。ああ、やだー、やだー。おお、なるほどね。難しい。これなかなかむずい。あ、やだやだやだ、やっちゃった。私と一緒、私と一緒、やっちゃった。いいね。え、ちょっと待って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 、私マッチだよ。やだやだ。あー、おー、オッケー、やったー。さすがテニス部、テニス部高い。うん、これなかなかおもろかったけど、まあいいか。うん、けどまあいいか。面白かった。早い早いよ。ちょっといろいろやりたいみたいな。馬術馬術。うん、シルバー。でもダッシュ遅。じゃあメタルソニック。メタソニかっこいい。メタルソニック、うん、女の子にしよう。ブレイズだ。ブレイズだって言ってるけど全然知らないのだけど、知ってんの。ジョイポリス。あー、そう、ジョイポリスね。ジョイポリスで、あの2階であるもんね。そうソニックコーン。そう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 。この合図で2でスタート。顔マーカーで2を押すと曲乗りが始まる。曲乗りするとスコアがアップ。2を押し続けている間は曲乗りを続ける。曲乗りしは曲がりにくくなる。赤マーカーで2、いやとりあえず2を押すってことね。そうなんだ、はい、2だけでいいってこと。2だけでいいんだ。2と十字キー。うん、私右ね。出し左、レディーゴー。え、あれ、どこどこどこ、よくわかんない。どこ行けばいいの、うん、そうそう、どこ行けばいいのって感じだよね。うん、むずいむずい。あ、間違え、押すの忘れました。2を押すの忘れてしまいます。うん、でもこれマジどっち行けばいいのかいまいち。そうだね。あ、やだやだやだ、危ないわ。なんか水たまりと間違えない。そう、間違える。あれ、どっちどっち、どっちどっち、あー、どっちどっちっていう。オッケー。あー、水たまり。ごめん、やれ、ここむずいよ、むずいよ。何これ、なんか水たまりさ踏んじゃうと失速しちゃうね。うん、ね。あ、これってさ、曲乗り中って何、長押しするとかするのじゃないよね。え、しない気がする。早い。なんか難しかった。え、ん、点数高いよ、5点。あれ、ほんとだ。え、難しい。あ、じゃあ点数が高い方勝ちなんだ。あ、なるほど。もう1回、それちょっともう1回やりたいね。もう1回これちょっともう1回やりたい。もう一度やって慣れたい。うん、難しい。これ速さ関係ある？あ、もうこれキャラでしょ。長押しだ。
え、名越し、うん、嘘本当、うん、名越しって書いてある。本当だ、そうなんだ。あー、そしてジャンプするのがむずい。これ長押しし続けると曲がりにくいって、そういうことか、うん、やっとわかった。いやでもこれいい、うん、ちょっともう一回やりたい私もすでにもう一回やりたい。私もやだやだ、でも水たまりはもうある程度仕方ないっていうこと。あー難しい、嘘、曲のりな、あ、しかも今飛ぶの忘れた、まあ、私もあ、やだやだ、倒しちゃう。あ、やだ、倒した。なになになに、やだやだ。私結構、腰簡単と。やだ、私今回、点数低いわ。あ、いいじゃん。やだー。やばい、今回。あれでもさっきより高いや。あれ早い。あれ待って待って。あれ、おー、やっぱ。40点台いってるよ。すごいよ。難しいっす。もう一回やりたい。キャラクター選びましょう。あ、そう。ちょっともう一回やります。メタソニー足早いんじゃない？足ちょっとゆっくりめでいいから、ちょっと点数が欲しいんでしょ。うん、あ、メタソニーかめっちゃ早いじゃん。やっぱ移動速度大事だね。ナックルズにしよう。うん、あれイケメンにしたの？うん、そう。シルバー推しだから。シルバーとルイージー推しだから私は。ナックルス、あ、赤いおしっぽ、かっこいいね。ね、かっこいいね。せーの、はい。オッケー。いっけいい感じ。あ、やばい。いい感じだよ。多分。お水たまり踏んじゃうと曲乗りは終わっちゃうんだね。いいか。いい感じかも。同じくらいじゃない、うん、おー、やった、さすが私私上手いらしい。なん、5点じゃん、さっきからさいいでしょ、これは、うん、慣れた。次は慣れた、ね、何がいいか、 BMX が気になってんだけど。そう、気になる、やってみる、うん、あ、バイク、まあ、バイクっぽいね。これはじゃあエミー、なんかバランスタイプっぽいエミにしよう。 BMX、 ほんとね、任天堂さんおもろいゲーム考えつくわ、うん、なんですか。あとゲージがあれば大丈夫だし、ゲージが出てくるってこと、わかんないね。ジャンプ台で一応ちょっとジャンプ、ジャンプ台で右側横回転、え、どういうことこれ、難しいね。なんとなく分かったよ。あ、待ってよ。え、私押してないよ、今。戻った、もしかして。ハリー、ちょっと。ハレマー、もう一回お願いします。なんだっけ、エミーだ。先生、今ね、説明がね、2ページ目あったのよ。あ、そうなの、うん、そうよ。そうよ。ほら、ジャンプ時に下を押すと後ろ回転、バイクでもジャンプできる、レールにジャンプするとグラインドができる、スピードが落ちる、ゲージが増える。難しい、これレース、とりあえずやろう、これレース、うん、これレース、よくわかんない、足が足で、
え、なんで、何今の、何今の、え、今ズルしてたよね。嘘。あ、今のってカッコつけポイントっぽいね。あー、なるほどなるほど。今グライドしたかったんですけど難しかった。待って、むずい。いや、超むずいんだけど。むずい。え、どういうことなの？むずいむずい。どういうことなの？え、なんかシルバーすごいかっこいいんだけど、なんか。シルバーなんかすごいかっこいいんだけど。なにこれ。むずいむずい。あれ、なんかルイージ来たんだけど。なになになに。いや、なんとなく分かってきた。え、どういうことこれ、分からん。おっしゃ。え、どういうことなの。いや、なんかとりあえず、うん、ジャンプと2と1使うみたいな。ちょっともう一回やっていいですか。いや、ちょっとでももう時間だけにもう27分だよ。じゃあ一旦終了で。一旦終了しよう。悔しいみたいな。悔しい。そんな感じでちょっと一旦終わりたいと思います。第1回エビオリンピック大会でした。他にもね、いろんな競技やっていきたいと思います。じゃあまたね。負けた。はい、最後にお知らせが何点かあります。あのマミチャンネルでツイッターやってるので、よかったらフォローしてください。あと YouTube のチャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。チャンネル登録してくれたら、あの、ね、何万人記念とかでいつも記念枠としてコスプレしたりしてるので、よかったら応援のほどよろしくお願いします。はい、あと LINE ライブとしてね、あの生放送も毎週日曜日やってるのでよろしくお願いします。そしてあの LINE のね、公式アカウントもできたので、友達追加の方よろしくお願いします。あのね、もろもろのそういう登録の仕方は下の概要欄に書いてあるので、よかったらそちらをご覧ください。